ここでミニ三脚買いました。ちょっと品質はすごい あそこにあったやつなんですけど、まあまあなやつなんですけど、まあ、ちょっと急遽三脚が必要になったので、ただちょっとこれはこの旅行で一回きりな感じの、まあまあいいや、バイバイ。いやいや、こうしないと。今日持ってきてた三脚がすごい不安定で、ゴリラポット使ってたんですけど途中で折れちゃって、だったらもうこの三脚一個買おうと思って、1250円、10ドルってだったんで、もう買いました。まあもっといい三脚欲しかったんですけど、とりあえずはこの感じで、なんかセルフィーしてる人がいる。ベトナムやっぱりおしゃれなカフェが多いですね。あーでも全然いいや、軽いし耐久性は弱いですけど、カメラ屋さんのところ行きたいんで、あそこら辺でも。これでもっといい三脚が安く売ってたらちょっとやだな、ショックだな。こんな感じになってんだ。では行きたいと思います。ベトナムのカメラをいろいろ売ってるところ、ちょっと見てみたいな。お、オリンパスもある、あるのかな。パナソニックも入ってる、ちょっと見てみよう。おー、 GH2 がある。あ、でもやっぱりキャノンとニコンが一番多くて、あ、パナソニックあった。おお、1235とかあるんだ。しかも2 1235の2とベル、お、全部一番新しいのがある。おお、やっぱり、うお、43000、値段は結構高めっすね。ライカもある、9、ライカ9もあるし、G8 かな、これ。 G8、 すごいな、ソニーカメラ。H5S もある、すげえな、やっぱりベトナムのカメラ屋さん全部新しいのある。ただ値段がちょっと書いてないっていうのは。おお、 12mmF2.0、 いいですね。韓国料理なのかな、ベトナムの韓国人会で、韓国人会で会ってんの。ああ、ま、通り過ぎた。しょうがない。
確かここら辺だった気がする。あー、どれだ、あ、yes this 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 yes barber shop。カモイ、よし、来ました。 YouTube で見たバーバーショップ。109 6,000? No. No? 12,000. 20. Where are you going? 20. Where are you going? Wait a second. So DMBM DMB4. Okay, 20. Yes. 20,000. This one? No. No. 20,000. How?20,000. Yes. Okay, thank you. Can I have one?40円ぐらい。なんだろうこれ、イカかな。ではいただきたいと思います。バナナかな。最初イカの天ぷらかと思ったんですけど、スイーツっぽいなこれ。あ、バーナーだ。おいしい。まあ、なんだこれ。小さいバーナーみたいな。まあ、こんな感じで作られてます。うまいです。バナナ、バナナ、あ、OK。 Thank you。 これか。美味しいです。
それでは。